どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ本日のテーマ曲がこちら、ドン。思い出の渚、The Wild Ones。この曲、1966年発売というヴィンテージソングですけど、これはね、渚ですから。まあいい感じです。そしてワイルドワンズといえばもうグループサウンズ GS です。これは GS の世界観がこの結構ウクレレにマッチしますんで、ほんとおすすめします。じゃあやってみましょう。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにアレンジしているガズレレ流超シンプル簡単バージョン。後半はそこにかっこいいリズムを加えます。今回レトロビートというリズムが登場してすごくこうムード出していきますよ。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。この小さなウクレレでガズレレ式だったらもうすぐどんな方でもあっという間に弾いて歌う弾き語りができるようになります。ガズレレではそのプログラムがありまして、もうちょっとしたらここにプログラムを貼るんですけど、そこの上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけでどんどんできるようになりますからね。これ YouTube ですから、いつでもどこでもスマホでも見られて無料です。ひとまず始めてみましょう。簡単ですよ。じゃあここですよ。いってらっしゃい、クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取り留めてきたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのウクレレで簡単に弾けるようにしているレッスン動画、すでに1300曲以上もアップロードされております。最新 J-POP、 定番 J-POP、 昭和の夏メロ、歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアン、アニメソング、映画の曲、世の中にある曲を少しずつこうウクレレでね、簡単に弾けるようにアレンジして毎日ね更新しておりますので、ぜひ今度からね音楽を聴くよりやる方にちょっと変えていきましょう。でね、簡単バージョンの他にそれぞれの動画にかっこいいバージョンというのもつけてますんで、簡単バージョンができるようになったらどんどんレベルアップもしていっちゃいましょう。それではいきます。思い出の渚ザ・ワイルドワンズ、まずはガズレレ流超初心者簡単バージョンの方からやってみます。ワン・ツー・スリー。ワイルドワンズの思い出の渚ガズレレ流超シンプル簡単バージョン、ゆっくりバージョンでやってみました。あの夏の思い出、別れちゃったのかな、ちょっと寂しいけどほっこりするような思い出の、綴られてる曲です。やっぱこうウクレレにすごく似合いますよね。このビーチでこのゆったりこの思い出の渚、あとやっぱこういろんな世代で歌える、おじいちゃんおばあちゃんとか大先輩と一緒にもセッションできるっていうのがいいと思います。今のは聞いていただいて分かったと思うんですけど、1番だけやったオリジナルショートカットアレンジになってるんですけど、後半のかっこいいバージョンでは
フルコーラスで一応やってみようと思いますので、後半 のフルコーラスの方でこうコードの確認はしていただければというふうに思います。そしてですね、YouTube 動画に合わせて、あ、一緒にできたという方も、やっぱ次はですね、紙に書いて、ご自身だけで演奏してみるのをお勧めします。これが結構いいです。その時の参考になるように、いつもこのガズがですね、画面にこの、これいつもね、ガズがこれを見ながら歌っているノートなんですけど、ノート楽譜なんですけど、今ですね、これ、ドン！ガズクラブという、このね、サービスが始まっております。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、この、今日アップロードして、この最新曲を含めた、今までガズが取りためているね、膨大な曲の、このノート楽譜がですね、皆様のお手元に毎月5曲、ダウンロードしていただけると。その5曲は選べるわけですよ。はい、これが結構画期的で、今もう500名以上のメンバーで、結構これがもうご活用されておりますということなんですけど、ここのね、ガズクラブっていうのはこの楽譜のダウンロード5曲の他にも、毎月2回、ガズのオンラインライブ配信がございまして、これがまためちゃくちゃ盛り上がるやつで、今回ね、次の、オンラインライブ配信は6月16日平日の夜8時からやります。次はスピッツ縛りというような感じで、こうテーマを設けてやってます。もうね、課題曲も皆さん提出されて、今みんな一生懸命練習してると思うんですけど、それでもうわーっとみんなでやるというね、これがもう最高。あとはね、その中で非公開の SNS があって、ガズさんに何でも質問答えてますとか、あとはいろいろテーマを持ってそこでね、ディスカッションしたりだとか、皆様の練習の成果をアップロードできる動画を貼れる場所があったりとかですね、毎朝7時にガズがラジオ放送などもやってますので、ガズクラブぜひともちょっとチェックしておいてください。はい、それではこれ見てください。超シンプルですよ、この曲は。はい、今やったのはこのイントロから始まって、こうスーッとこういうふうに始めていったんです。これね、ここにちょっとくるっと囲ってある、これはちょっと後半のかっこいいバージョンでちょっと盛り上げるためにおかずというような感じですね。はい、時間ある方こんな感じで持ってってください。このガズのノートはこの点とね、ひらがな表記が結構ポイントで、キーミーを、ミからこのリズムが始まるよという感じでこういう点が打ってあったりします。動画のテロップでももちろん確認しながら見ていただくといいと思うんですけど、はい、これはガズクラブでもこのままで、お手元に届きますよということで、今やったのは、ここまでやって、あの夏の日か、ここだな。ここで、最後、このエンディングのラストをここ繰り返したっていうことで。ねえ、なんですけど、後半やるか、後半、これから後半やるかっこいいバージョンは、もうやったら、またここからちょっとここ見て、そういうわけで場所がなくなっちゃったんで、ここまではこの大きさだったのが、こっち縮小されてますからね。これ同じ感じでこういうふうに、ここちょっとだからちっちゃくなっちゃってますけど、繰り返しのパターンで、2番の、歌が始まりますね、ここからね。そしてまたここに戻ってきて、ここに書いてあるけど、ここまでやったら星へ行くよということで、またここのフレーズ戻ってきて、そして最後ラストに行ったという、そういう風なアレンジになっております。ちょっと動画と確認しながら、動画のテロップと一緒に確認しながら、書いてみてください。じゃあコード、出てくるコードの解説ですけど、これね、言っていきます。C、Am、D、D7、G7、Em7、A7、7個のコードで、今日この思い出の渚やってみました。これはですね、皆さんご安心ください。入門コードですよ、入門コード。はい、これガズレレ必須コード。これいつも出てくるやつなんですけど、このガズレレ必須コードというのは、ウクレレで音楽を始めようかなと思っている方に一番最初に覚えてもらいたいコードのグループでございまして、10個あるんですよ。10個もあるのかと思うかもしれないですけど、この10個を覚えておいたらですね、本当にね、どんな曲でもできるんじゃないかっていうぐらいの、そういうすごく有効なコードのグループですね。まず とっかかりはこの10個、最初に覚えてください。でも10個もあるのかと思うでしょ？見てください。これも1個のコード、指1本。これも1個のコード。これも1個のコード、これも1個のコード。こんな感じで1個ずつ見たらすごく簡単なんですよ。だけど10個いっぺんに覚えようと思ったらやっぱ頭ね、ごちゃごちゃになっちゃうんで、私がめちゃくちゃわかりやすい動画でこのコードの覚え方そのものを、ご紹介しております。ここにリンク貼っておきましょう。これは必見です。今日はその10個の中の7個が今日登場するということで、まあ基本のコードを抑えるにはぴったりかなということで、これでゆっくりまずにね、やってみましょう。はい、今のシンプル簡単バージョンみたいな感じでこうゆっくり、言葉の入るタイミングとか歌のメロディーライン確認しながらじっくりと歌い込んでいって、じゃあこっからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンは実はですね、コード全く一緒なんですよ。この辺がまたもう素晴らしいところでございまして、コードは簡単です。はい、そしてですね、やっぱり弾き方でやっぱこれはね、盛り上げていこうということなんですけど、ちょっといろいろ考えたんですけどね、この弾き方がいいなと思います。はい、これレトロビート、これがね、この曲にね、めっぽう合うんすよ。ちょっと聴いててくださいね。ワン、ツー、スリー。君を見つけた。どんどん谷さんに塗ったつったパン。どんどんランタン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 。レトロで
しょ。これ私が勝手に命名しているレトロビートという弾き方なんですけど、ドンドラッタ、これドラッ、ドンドラッタツッタタカ、ドンドラッタツッタタ、チャも入ってるんですよね。はい。これはだから8ビートとか8ビートのチャができてる人じゃないとちょっと難しいと思うんで、やってみてください。これね、ちなみに1個他に、今私親指でね、こんな風にドロロンってこうに圧をかけるような感じで指板にこう、ドロロンとこう負荷をかけてるんですけど、他のやり方もあります。こうやってこう手を開くやり方もあります。これもかっこいいよね。これ爪でこうブワーってやる弾き方。でもこっちの方が当然ね、ちょっとね、テクニックがいるかなと思うんで、これも結構こうパッとこう開くだけなんで、結構ね、練習でなんとなくそのつかめると思うんですけど、今回は親指でやるレトロビートをご紹介したいと思います。このレトロビートの弾き方、ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中からレトロビート、動画でもう濃厚解説してますんで、そこでバッチリ練習してマスターしてください。で、ちなみにね、このレトロビートっていうのはさっきも言ったんですけど、8ビートのチャとか、8ビートができてないとちょっとできないので、まずね、このストローク、右手でこういうのリズムを刻むのストロークっていうんですけど、それ今までやったことない方は8ビートとか8ビートのチャ、これも、まずそっちからやってみる方が逆に早道かと思いますので、さっきのリズムいろいろの時ところに、その8ビートも8ビートのチャのやり方も書いてあるんで、それができた上で、レトロビート。やっていきましょう。このレトロビート注意点は、ちょっと知らないうちにどんどん速くなっていっちゃうっていうのがあるんで、こう、ためながら、ダンダルンダンツッとって体を4つでしっかりこうリズムをキープしたら、1、2、3、4、1、2、3、4。はい。これレトロビートなかなかこれね、ゲットすると気持ちがいいです。ちょっとレトロビートっていう風に私が命名してるだけあって、ちょっとオールディーズっぽい雰囲気が結構出るんじゃないかなということで、この弾き方チャレンジしてみてください。で、この曲はやっぱりこう、なぎさにいる、こうちょっとのんびりムードの曲だと思うんですけど、まあ、決めというかちょっとね、入れてみたいと思います。どこで出てくるかっていうのはちょっとやってみましょう。小麦色をした途中のところですね。かわいい方G7 2ブロック続くところで、タタタタ、ジャ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 、こんな感じ。この決めから次のピース、みんなも走り、こんな風に流れていく。ちょっとだけこのニュアンスを変えると、流れがちょっと変わってね、次のバースのところにスコーンと入っていく。その気持ちよさ、味わえるんじゃないかなと思って決めを入れてみましょう。はい、この曲はですね、まあ夏を思い返している歌だと思うので、歌詞の中にももう帰らないあの夏の日。ね、2020年の夏ももう帰らない夏の日になりますからね。はい、まだ夏。一応まだ夏だというふうに思いますんで、はい、大いに歌っていきましょう。それではやってみましょう。The Wild Ones の思い出の渚ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる。 1,2,3。忘れ
Burns 思い出の渚ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。レトロビート、これ気持ちがいいんですよ。これほんとなんというのかな、とろっととろけるリズムっていうんですかね。そしてこのやっぱ思い出の渚、海をこう眺めながらあの時の恋をゆっくり思い出すような、そんなこうほっこりというか悲しいんだけどちょっとほっこりみたいな、その独特のすごくあの雰囲気がいい曲だなと思います。いろんな世代で、これを歌っていきましょう。はい、でこの音楽の楽しさ皆さん十分ね楽しんでいただいてると思うんですけど、今度は周りの方にも本当この曲で本当おじいちゃんおばあちゃんと一緒に歌ったりなんかするのももうすごく最高だと思いますよ。もうどんどん周りにこのウクレレの楽しさをぜひお伝えください。そしてこのガズレレ YouTube 見たらすぐできるよ、簡単ですよとかいう感じで、笑顔でこの音楽できる人が増えるように、なってくれるといいなということで、このガズレレレ YouTube もねご活用くださいね。チャンネルにいいねとかチャンネル登録なんかもぜひともよろしくお願いいたします。お知らせです。いつも使ってるこのガズのわがままウクレレなんですけど、本当に今大人気でございます。ありがとうございます。毎月1回程度、ある程度の、ウクレレをですね販売して事前予約で注文を受け付けてるんですけど、本当ありがたいことにもう本当に1日2日でもソールドアウトになってしまう状態が続いてまして、また来月もこんな感じであのご注文いただけるようにすると思うんですけど、今ベトナムでもちゃくんがこう一生懸命もうガズレレジーラボチームで、一丸となって取り組んでますので、まあ、ご注文いただいている方、もうちょっとお待ちください。そしてちょっと気になっている方来月もまたご案内ありますんでね、ぜひともよろしくお願いいたします。あとねもうガズレレいろんなことやってるんですけど、さっきもあのご紹介したガズクラブも今ね500名を超えるメンバーで盛り上がってるっていうのもあったんですけど、このガズレシピ、これはねアプリなんですけどガズレレのこっちも相当ねいいですよ。曲もすごくどんどん随時追加されてますし、メトロノーム機能とか画面がスクロール自動スクロール機能とかついてて、これもね、ご活用していただけるユーザーの方がすごく増えております。これはホームページにね、まあ、書いてありますんで、ね、大体、ホームページを見ていただくといろんな情報がわかると思います。そしてガズレレではいろんなグッズがあるんですけど、このキャップだとか T シャツ、このストラップもですね、これ前半に小杉さんのハンドメイドです。こういうしっかりしたレザーのねところもついてるし、あとここに挟まってるこれはね水引きなんですけど、これ実はガズの両親のもう世界一個ずつのオールハンドメイドなんですよ。これうちの両親は長野県飯田市っていうところの、私の出身地なんですけど、もうそこでね40年50年この水引きに携わってるんでね、これねぜひ皆さんこういうのねホームページにゲットしてください。あ、そしてあと忘れちゃいけないこのガズレレのリュックサック、ここにほらわかる、ガズレレってプリントが入っていて、これリュック型ウクレレケースでコンサートサイズまで入るという画期的なあの商品で、これすごく皆さんご注文いただいてるんですけど、もうあとちょっと残りが少なくなってきました。でこれどういう作りになってるかというと、これでダーッと開けるとですねこんな感じになってます。中は広くて、でこれ楽器のケースですんで、これもすごく分厚い素材を使っててね、しっかり楽器を保護してくれるっていうのと、あとこれね取り外し可能な脱着式のポーチがついてます。こっちはチューナー入れたりカポ入れたりとかできるかなと。でこれはですね譜面台が入るんですけど、これ別に譜面台じゃなくてもいろんなもの入れられると思います。はい、そしてこれパッと収納するともうね、まあ、オールブラックなんで結構なってるから、まさかウクレレが入ってるとはきっと思われないっていうのもあるし、これ見てここに横にハンドルがあるんで、ビジネスマンの方もこうやって持って歩けるんじゃないかという、本当スタイリッシュにこのウクレレを持ち運ぶ、これはねもうぜひおすすめしたいガズレレのリュックサック、これもよろしくお願いします。あと忘れちゃいけないこの本たち、はい、これはリットミュージック社から出ているガズのね、まあ教則本とか楽譜、音楽のね楽譜がいっぱい載ってる本なんですけど、もうこれ3冊合わせてなんともう超ベストセラー商品になってまして、この3冊で今ね9万8000部とか9万9000部近くのあの出荷になってるんですよ。まあこれ本当わかりやすくて簡単なんで、はい、ぜひ皆さんこういうのをご活用していただいて、皆さんの音楽が、さらに輝くようにね、なんかいろいろ考えていきたいと思います。ガズレレ YouTube チャンネルの方もね、ぜひこれからも引き続きよろしくお願いします。どんどん音楽やろう。音楽聴くよりやる方が楽しい。ガズレレの合言葉ですよ。それでは皆さんごきげんよう。さようなら。